ツイステッドワンダーランド。こんにちは、サニーです。ツイステッドワンダーランド続きやっていこうと思います。前回はラギーくんとレオナ様とジャックとグリムと久しぶりにマジフトをしました。久しぶりのマジフト楽しかった。今回はどんな話なんでしょうか。見ていきましょう。スタート。エピソード 3-15 白星ドリーム。サバナクロウリョウ、マジフト城。朝一で体を動かすの、思ってたより気持ちがいいんだぞ。マジフト楽しかった。だろ？俺はさらに1時間早く起きて、ジョギングもしてる。ほほほ、すごい。それはやりすぎな気がするんだぞ。さすがジャック。サバナクロウリョウは、もう来年の両対抗マジフト大会に向けて特訓を始めてるってことか。さすがサバナクロウリョウ、マジフト大会の優勝候補。強力なライバルになりそうなんだぞ。あ、そっか。来年はグリムもマジフト大会出れたらいいな。ああ、そっか。あんたらはまだ知らないんすね。ん？何？両対抗マジフト大会よりももっと大規模なやつが毎年5月にあるんすよ。両対抗マジフト大会よりももっと大きなマジフト大会？あれよりもでかい規模の大会があんのか？何それ、めっちゃ面白そう。学園対抗戦だ。学園対抗戦？レオナ様かっこいい。学園対抗戦？そういえば他にも魔法学校があるって。え、あ、そういうこと？学園対抗戦って他の学校とナイトレイブンカレッジがマジフト大会するってこと？マジフトの試合するってこと？めっちゃ面白そう。名前の通り、他の学校と戦うマジフト大会っすね。めっちゃ面白そう。じゃあ他の学校の生徒出てくんのかな。チェーニャやっけ。チェーニャとかも出てくんのかな。うちの学校は毎年ロイヤルソードアカデミーと戦う。ロイヤルソードアカデミー？チェーニャの学校ってどこやろう。チェーニャの学校の名前出てきた気がするけど覚えてないな、忘れたな。おお、聞いたことある名前なんだぞ。ツイステッドワンダーランドにはいくつか魔法師養成学校があるんすけど。うんうん。その中でもナイトレイブンカレッジとロイヤルソードアカデミーは二大魔法学校って呼ばれるくらい名門なんせ。すごい。ロイヤルソードアカデミーってどんな学校なんだぞ？キザったらしい朝男ばっかりのお坊ちゃま学校だ。へえ、お坊ちゃま学校なんや。そうそう、校舎も制服もやたらキラキラしててダサいし。へえ、そんなキラキラしてんねや。ちょっとポムフィオレリオみたいな感じなんかな、イメージは。ビルさんみたいな人たちの学校かな。白い制服なんて汚れ目立ちまくりじゃないっすか。あ、白い制服なんや。キラキラしてて白い制服で、なんか王子様みたいな感じかな。いくら名門といえど、あっちの学校には頼まれたって通いたくないっすよ。めっちゃ毛嫌いしてんな。でも確か学園対抗マジフト大会ってナイトレイブンカレッジが100年間負け越してるんですよね。え、そうなん？100年負けてんの？めっちゃ強いやん。ロイヤルソードアカデミーめっちゃ強いやん。それはまだ負け越しは99回っす。今年は100年目の正直で絶対勝ってやるんすから。かわいい。
俺がテレビで学園対抗戦を見て感じたのは、うわ、テレビ放送もあんねや。ロイヤルソードアカデミーの奴らは個々の選手のプレイも光ってたが、それより、え、もしかしてチームプレイがすごいの？ナイトレイブンカレッジはチームプレイ苦手やろな。だって他の寮と仲良くなさそうやもん。チームの連携技が見事って感じだったな。あ、やっぱチームプレイがすごいんや。ん？待てよ、学園対抗ってことはサバナクロー寮だけじゃなくて他の寮もロイヤルソードアカデミーと戦うのか？うん、そうやと思う。そうだ、各寮からの選抜選手が学園代表としてチームを組む。レオナ様も絶対チームプレイあかんやん。他の寮の人と協力してマジフトしてんのを想像できひんもん。個性の殴り合いが予想されますね。うんうん、それはまた揉め事が絶えなそうな。去年はポジション決めで揉めて試合前に乱闘騒ぎになった。もう試合始まる前からあかんやん。そうこなくちゃ。やっぱ欲しいポジションは力で奪い取ってこそなんだぞ。クリムもあれやな、チームプレー無理やろな。俺様も絶対に学園代表に選ばれてみせるんだぞ。今回の大会も1年生出れる可能性あんのかな。選抜選手になって力を見せつけるためにもやはり日頃から鍛錬は欠かせないってことだな。あ、1年生も出れんねや。学園対抗戦は寮対抗戦よりテレビ放映も視聴率高いし、いいとこに就職できるチャンスなんすよ。もう事件起こさないでね。どうやって他人を蹴落として選抜選手の座を手に入れるか、今からよく考えておくことだな。もう事件起こさないでね。学園対抗戦か、ロイヤルソードアカデミーか、楽しみ。おお、終わった。学園対抗のマジスト大会やってめっちゃ楽しそう。めっちゃ面白そう。めっちゃ楽しみ。早く見たい。ロイヤルソードアカデミーの生徒たちにも早く会いたい。次のストーリーも楽しみですが、今回はこの辺で終わろうと思います。それでは、見てくださってありがとうございました。